ニューヨーク株続落、473ドル安、インフレ懸念、日本連鎖。11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は大幅続落し、前日比 473.66 ドル安の 34,269.16 ドルで取引を終えた。米経済活動の正常化に伴うインフレの懸念が強まり、幅広い銘柄に売りが相次いだ。日本や欧州の株安を受け、投資家の不安心理も連鎖した。前日の取引時間中に3万5000ドルの節目を突破したことから、相場の短期的な過熱に対する警戒感も台頭。この日は下げ幅が660ドルを超える場面もあった。ワイテク株主からだのナスダック総合指数は小幅続落し、12.43 ポイント安の 13,389.43。詳しくははじめくんのブログへ。